が失恋した時泣いただろ。動揺を隠し通す自信あったのに、会って半年も経たないガキに自分の心見透かされて。兄貴と比べられたりしない？高弘、おお久しぶりだな。バカじゃん、3日に一度かけてくる。俺もそばにいる。俺マジで大丈夫だから。俺はお前がいなくてもちゃんとやってる。今電話を切ったら本当におしまいな気がする。勘違いしていたのは俺で。美咲ってさ、宇佐美さんの話ばっかするんだ。渡さない、高弘にも誰にもどこにも行かせない。本当はどう思ってる？泣きたかったら泣いてもいいよ。あ、僕はガキが一丁目に生意気言うんじゃねえ。その時、ああこいつだって思う。